ドジャースの大谷翔平投手が2番 DH で先発出場、4打数無安打で今季初めて2試合続けてノーヒットに終わった。ドジャースは3番フリーマンが複数安打で4番手オスカー・ヘルナンデスが3打点、7連勝で貯金を今季最多13に伸ばした。大谷はマーリンズ先発のサワンウェザーズに対し、第1打席は明らかなボール球をストライクに取られる不運もあって見逃し三振。第2打席は外角低めのスイーパーに手を出し空振り三振に倒れる。第3打席はフルカウントからファールで粘るも最後はいい当たりのレフトライナー。第4打席は変わったナルディにレフトファウルフライに打ち取られ、この日は4打数無安打に終わった。これで大谷は6試合連続安打、3試合連続ホームランの後2試合続けてノーヒット。大谷の2試合連続無安打は今季初となっている。試合はドジャースが1回、大谷三振の後3番フリーマン、4番手オスカー、ヘルナンデスの連打で1点を先制。4回にマーリンズが2番デラクルーズの2試合連続ホームランで同点に追いつくが、6回にフリーマンのツーベースに続き再び手オスカー、ヘルナンデスが今度はレフトスタンドへツーラン。このまま31でドジャースが勝利し、今季初の7連勝を飾った。直近16戦で14勝と、スター軍団が他の追随を許さない連勝街道をひた走っている。